はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。かえでさんちようこそ。中古住宅っていいのかしらっていう話なんですけど、私ね、まあ、長女一番上っていうのがあるんで、まあ、一番上あるあるなのかな、ちょっと中古とかそういうものっていうのがあんまり得意ではないんですよね。人からもらう、お下がりでもらうっていうことがなかったりしてたん で、自転車もそうなんだけど、なんか中古住宅もそうだし、中古の車だったりっていうのもちょっと抵抗がある。まあもちろんね、その一番上の子でも、その姉さん、お兄さんの、あのいとこでお兄さんお姉さんっていると思うんだけど、その人からまあもらうっていうことも、まあもちろんね、あるんで、そういうのは抵抗ないですよっていう人もいるんだけど、なんかね、私が一番本当に母親、父親の方はね、一番下の方に当たるんだけど、母方の方で見ると、一番上なんですよ。いとこ、ね、全員で言うと。なので、あんまりその人が使ったものを進んで使えるかっていうと、一旦置いとくんですね。うん、だから自転車も、ああ、ありがとうねーって言いながらも、まあ、置いとく。でやっぱりちょっと新しいのはいいやと思って人にあげちゃうとかさ、そういうのがあるんですよ、気持ち的にはね。なので、まあうちは今の自宅は、まあある意味中古住宅じゃないけど、そういうのもあるし、あの建て替えの時にね、実家は建て替えでは、まあ、一応新築だったんですよ。で今はもうね40年近く立っているんで、まあ本当に中古物件になってるんですけど、中古で、まあ一応ね住んでますよ、住んでますけど、まあなんかあったらうちの母親が出ることになって、一応なってるんで、うん、私がそこに住むかっていうと住まないと思うんで、うん、でどうなんだろう、そういうことがあるんで、その空き家をね、まあ売るなり借りるなりして、まあ自分たちがこう DIY などなどでこうやるっていうのをね見てて、すごいなぁと思っちゃうんですよ。そこに至る経緯っていうかさ、まあ一応一部分は DIY とかでそういうのでリフォームっていうかさ、そういうのできればいいんだけど、その台所とかもさ、全部ひっくるめて台所だけをこうねリフォームするっていうのはちょっとなと思うんだよね。自分でできないなと思う。うん、だから、まあ、なんか話は全然あっちこっち行ってますけど、だから中古物件を買って、まあその分安くなってますよ、もちろんね。新築よりかは一桁ね、少ない金額でまあ売っていることが多いですよね、もちろん。まあ、もちろん築何年っていうので、あると思うんですけど、うん、なんかな、人が住んでいたっていうのがあるし、ちょっと年がね、人の年っていうかさ、まあ生き量じゃないけど、そういうのが残っていそうで、なんか嫌だなと思うし、一応全部張り替えましたとか言ってても、まあ、気を利かせてね、その前の家族の方が気を利かせて、まあこっちで、まあ張り替えられるもの張り替えましたとかさ、そういうのしてくれてね、してる方もいらっしゃると思うんだけど、まあそれでもなんかすごく嫌な感じというか、なんか嫌な感じがするっていうのがあるんですよね。うん、それって私だけがね
私だけなのかな、そういう、なんだろう、潔癖というかさ、そういう変なところで潔癖な部分があって、なんか嫌だなとか思っちゃったりするんですよ。やっぱそれは私だけかな。弟はどうなんだろうね。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。